めちゃめちゃ向こうも通ってるし。おかえり、どうぞ。こんなもんでよかった。いや、恥ずかしい。お疲れ様です。アイドル来たかみたいな。俺らしか騒いでねえな。おかしいな。5月2日です。八戸駅に日本代表で世界選手権に参加していました岩月翔吾選手がたった今帰ってきました。はい、お帰りなさい。ただいまです。熱烈な出迎えを受けての気持ちはいかがでしょう。いや、恥ずかしいですね。汗かきました。誰か迎えに来てると思ってました。梅に頼んでたんで、うん、はい、で亮さんもさっき一緒にメールで、はい、来るってしたんで、はい、まさかここまでやってるとは思わなかった。パーティーメガネとか書いてた。恥ずかしそうでしたね。世界選手権お疲れ様でした。お疲れ様でした。悔しい結果になりましたが、そうですね、振り返ってもらえますか。まあ、はい、あの目標が日本アイスホッケーの環境を変えるということで、今回、まあ、女子が強かったりとか、韓国男子上がって、中国男子上がって、まあ、日本も、まあ、進化しなきゃいけないということで、まあ、結果的にはそれを変えることはできなくて現状維持ということになってしまったので、まあ、それはすごく残念なんですけど、まあ、ここから学ぶことはたくさんあったので、はい、また次につなげたいと思います。今回の日本代表は、まあ、翔吾選手もそうですけれども、はい、若いメンバーもたくさん入った、そうですね、日本代表だったかと思いますが、はい、どうでしょう。すごいやっぱあの郷さん曰く若い力がすごいエネルギッシュでチームの雰囲気も良くなったとは言ってたので、まあ、僕は昔を知らないので、うん、何とも言えないんですけど、まあ、同じ年代だったり下の年の選手も入っているので、まあ、別に違和感なくすごくやりやすかったです。はい、元早稲田のツインタワー山田選手と宇宙選手と最後翔吾選手がドーンとぶつかり合って最後引き上げるのがなんか恒例みたいでしたね。はい、91年、まあ、それに優斗もいたんですけど、うん、まあ、そこが91年なんで、そこは結構仲良しで、はい、いつもふざけてるわけではない、うん、ないんですけど、まあ、それは僕らルーティーンというかそういうのもあったので、はい、特に意味はないですけど。はい、フリーブレイズとして、そして日本代表としてフル稼働だった2016-2017 シーズンでしたが、はいはい、どんな成長ができたかなと思いますか。まあ、そうですね、役割ってことがなんか明確になったような気がします。自分の中で、はい、なんか後ろで写真撮ってます、はい、役割とは、まあ、自分はそういうスコアラーとかじゃないので、まあ、そういったところで体を張れる選手だったりとか、まあ、ツーウェイプレイヤーって今回も言われたので、まあ、そういうことを継続して、まあ、やっていけば、まあ、ポイントとかは特に自分は気にしてないって言ったらあれですけど、特にそこまでフォーカスしてなくて、まあ、どれだけチームに貢献できるかってところが僕はキーだと思うので、まあ、そこを、まあ、今シーズンは明確になったのかなとは自分では思ってます。うん、はい、今後またどう成長しようと思いますか。はい、そうですね、もっと攻撃面で成長しないといけないですし、まあ、体もちっちゃいので、まあ、世界行ったらやっぱ通用しなかったっていう部分があったので、まあ、もっと体を大きくして、まあ、トレーニングに励むしかないですね。はい、今日帰ってきましたが、またすぐ豊橋だそうで。そうですね、また明日か明後日名古屋豊橋、はい、行かなきゃダメなんで、まあ、そこは子供たちに夢を与えるっていうところで、はい、僕らの役目なので、そこは疲れてるとか言ってられないんで、まあ向こう行けば向こう行ったで、はい、楽しいと思うので、はい、頑張っていきます。まだ後ろでなんかやってますけど、はい、じゃあフリーブレイズもそして日本代表も応援してくださったファンの皆さんにシーズンまとめのメッセージをお願いします。はい、長いシーズンでしたが、応援ありがとうございました。まあ、いい結果、まあ、フリーブレイズでも日本代表でもあんまりいい結果は残せなかったんですけど、まあ、来シーズン以降、まあ、良くなるようにこれからも成長していきたいと思います。
また来シーズン応援お願いします。はい、じゃあまだまだ豊橋行ったり、はいはい、大活躍ですけれども、まずは疲れ癒して、はい、また4年目のシーズン頑張ってください。ありがとうございます、はい、頑張ります。岩月翔吾選手でした。ありがとうございました。